ジェフリースは、イギリスの元レーシングドライバー、イングランド出身。F1 世界選手権や、ヨーロッパ F2 選手権などに参戦した後、1980年代半ば、以降は日本に、活動の場を移した。全日本 F2 選手権や全日本、スポーツプロトタイプカー耐久選手権等で活躍。1971年に、イギリスのフォーミュラフォード1600に参戦して、 レースデビュー。1976年にイギリス F3 にステップアップ。1978年のイギリスグランプリでエンサインのマシンに乗り F1 に初めてエントリーしたが予選普通化に終わった。1979年のドイツグランプリでティレルのマシンに乗り F1 に出場し予選16位、決勝7位となる。九百八十年には シャドウやエンサイン、ウィリアムズといったチームから F1 にスポット参戦を繰り返すが、K8 戦中予選通過はわずか2回のみという成績に終わる。1981年は F2 にステップダウンし、ラルトに加入。リースは同年のヨーロッパ F2 選手権でシリーズチャンピオンを獲得した。1982年にはセオドールやロータスから、 F1 にスポット参戦するが、かろうじて予選を通過するのが、精一杯で、結局同年を最後に、F1 からは撤退を余儀なくされた。1983年に、イクザワト沢ルが監督を務めるアイアイレーシングの招きに応じて来日し、全日本 F2 選手権にフル参戦。来日初年度に全日本 F2 のシリーズチャンピオンを獲得した。 以後は日本に活動拠点を移し、全日本 F2 や JSPC、富士グランチャンピオンレースなどに参戦。1989年に富士 GC の最後のシリーズチャンピオンに輝いたほか、JSPC ではトヨタのワークスドライバーとして活躍した。1992年には JSPC の最後のシリーズチャンピオンになった。トヨタスープラのテレビ CM に、 ドライバーとして出演、水を張ったテストコース上で華麗なドライビングを披露している。その幻想的とも言える映像は大の車好きである北郎を感激させ、自身初となるオリジナル CM 楽曲制作を快諾させるほどの出来栄えだったが、リース本人はレーシングドライバーにわざとスピンなんかさせるんじゃない。とかなり怒っていたという。ラルトのマシンには80年から F2 へのエンジン供給を再開した、ホンダのワークスエンジンが搭載されていた。前年チャンピオンの中島サトルが、新チーム原田レーシングの不十分な体制に苦しんだ、ことも、要因という意見がある。なお当時の全日本 F2 では、生沢徹のチームと、中島サトルのチームにのみ、ホンダ F2 エンジンが供給されていた。ありがとうございます。